はい、えー、大草原の小さな家っていうね、ドラマを私はずいぶん前に見たんですね。5年ぐらい前にね、全部 DVD を買ってきて一気に見たんですけども、この主人公のマイケル・ランドン、チャールズ・インガルスっていうお父さんが、家族思いで奥さんを愛していて、子供たちを本当に自分の身を子にしてね、支えていく。そんな素晴らしい理想的なパパなんですよ。で私ね、強いて言うなら、こういったお父さんになりたいなと思って、今、自分の家庭に 鎮座しております家族が喜ぶことが自分の喜びであり自分の趣味は一番の趣味はね家庭を幸せに運営することそのために稼いでくることそのためにいろんな問題と逃げずに戦っていくこと世の中の人世間の人と折り合いをつけながらお役に立てることはいくらでもやっていこうかなっていう風なにね素晴らしい精神でまっ、あ、とうしていきたいなっていうところですかね。 なんか大草原の小さな家ちょっと見てくださいよ。このお父さんになりたいって多分昭和生まれの男だったらみんな思うんじゃないかなと。もちろんね、なかなか難しいと思いますけども、なれないとは思うんですけども、なかなかね、簡単には。でも、憧れるところがあるんじゃないかなっていう気がするんですけども、いかがでしょうか。またね、大草原の小さな家に関しましてはあ、別の動画でレビューもしてますけども、改めてお話ししていこうかと思います。どうもありがとうございました。